私はパニコ、28歳。私は親の仕事を手伝うために今の部屋に住んでいます。仕事の都合上家にいなければならないのですが、実は一つ困ったことがあるんです。困ったこと、それは近所に住んでいる奥さんでした。今日も私は近所の奥さんに押し付けられた子供の面倒を見ています。ねえパニちゃん。何？今日暑いしさ、エアコンつけようよ。ダメ。いや、どうして？まだそんなに暑くないでしょ。扇風機でも十分涼しいじゃないの。だからね、もうちょっと我慢ね。でもさ。でも何？でも熱中症になったら病院行かないといけなくなっちゃうよ。そしたら誰がお金払ってくれるの？あ、そっか。なんかしっかりした5歳児だな。うん、よし、エアコンつけよっか。やったー。あ、あれつかないな。嘘、やだ、もう脇汗嫌なんだけど。ちょっと、子供が脇汗とか気にするかな。当たり前でしょ、女子なんだから。パニちゃんも脇汗とかちゃんとしないとダメだよ。一応女子なんだから。あー、はい。で、一応って何よ。こんな感じで、そのことは女子同士仲良くしている私ですが、実は預かっているのはこの日だけではありませんでした。そう、その子のママのゆうかさんは、私を託児所のように扱うとんでもない非常識なママだったのです。ねえパニちゃん、今日もお願いね。え、またですか？困りますよ。うち託児所じゃないですし。いいじゃん、友達でしょ。お願い。友達って、引っ越してきてまだそこまで時間が経っていないじゃないですか。預かってくれないと困るのよ。いつも家にいるんだし、第一私はあなたのこと信頼してるのよ。そうそう、保育園の緊急連絡先もパニちゃんになってるから、もし何かあったらよろしくね。はい、ちょ、待ってくださいよ。じゃ、また後でね、よろしく。ちょ、ゆうかさん、人の話を聞いてくださいって。ゆうかさんは私が断っても必ずなんだかんだ理由をつけて私に子供を押し付ける始末。そんなある日、私のスマホに知らない番号から着信がありました。電話に出てみると、それはゆうかさんの子供の保育園からでした。お母さんと連絡がつかないので、緊急連絡先のこちらにお電話させていただきました。熱があるのでお迎えに来てもらえますか？え、そうなんですか？ちょっと色々確認させてください。すいません。私はすぐにゆうかさんに連絡しました。ゆうかさん、私のスマホに保育園から電話がかかってきたんですけど。あら、そう。あら、そうって。別にいいでしょ。パニちゃんどうせ家にいるんだから。そんな。とにかくお子さん、熱があるんですって。迎えに行ってあげてください。無理。だって、今友達とランチ中だから。お子さん放っておくんですか？急に帰れって言われたって、お友達が一緒なんだから無理よ。あ、そうだ、パニちゃんが迎えに行ってよ。は？どうせあなた暇でしょ。迎えに行ったらちょっと横になって休ませておいてくれればいいから。だから無理です。家にいても仕事してるんですって。それに私のところに保育園の呼び出しが来るなんておかしくないですか？はいはい、わかったわかった。話は後で聞くから、とりあえずランチ終わったら迎えに行くね。じゃあね。結局保育園には私が迎えに行くことになり、子供を自分の部屋で面倒を見ることになりました。ゆうかさん、迎えまだですか？もう夕方ですよ。あら、もうそんな時間？やだな、一日って本当に早いわよね。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。
ランチ終わったら迎えに行くってさっき言ってましたよね。そんなこと言ったっけ。言ってます。 LINE のトーク履歴を見直してください。ごめん、適当に話終わらせようと思ってたらそんなこと言ってたのすっかり忘れてた。ごめんごめん。いつ来れるんですか。お子さん熱もだいぶ下がりましたし大丈夫だと思いますけど。ああそうなの。熱も下がったなら大丈夫ね。あなたが面倒見てくれて助かっちゃった。困りますよ、自分のお子さんでしょ。私託児所でも保育所でもないですからね。そんなこと言わないでよ。どうせあなたは独り身なんだしさ、いつか結婚して子供ができたらこんなに賑やかなんだって。子育てのいい練習にもなるでしょ。私にも仕事がありますので賑やかだと集中できないんです。僕はちょっと子供を見てもらったくらいでそんなに怒ることないでしょ。とにかくこういうのはもう二度とやめてくださいよ。はーい、なるべく気をつけるようにします。しかし優香さんはそれからも何度も私に子供を預ける始末。反省するどころか相変わらず私を都合のいいように利用していて、私もさすがに我慢の限界でした。数日後、優香さんから連絡がありました。ねえ、今日また預かってくれない？自分のお子さんでしょ。私はもう面倒見ませんので自分でどうにかしてください。ねえお願い、いいでしょ、これを最後にするから。ね、無理です。その言葉何度目ですか。最後にするからって何度も言ってましたよね。そうだっけ。そんなの覚えてないからノーカウントよ、ノーカウント。私ははっきりと覚えてますから。とにかく後であなたの家に連れてくからいつものようにお願いね。そうですか、ではどうぞご勝手に。ねえ、どこにいるのよ。家に行ったのに誰もいないじゃない。早く帰ってきなさいよ。ねえ、あなた何なの。はい、確かによくよく考えたらおかしいわよね。だって今までどんな時間でも家にいたのに急にいなくなるんだから。じゃあ私は一体誰と LINE してるの。どうしたんですか。不動産屋が出入りしてたから聞いたのよ。そしたらこの部屋はずっと空き部屋ですよって。それに私近所の人に聞いちゃったのよね。あそこの部屋は曰く付き物件だったって。へえ、そうなんですか。ねえ、あなた何。今思えば子供もあなたのとこに迎えに行くとき様子がおかしかったのよね。あんなに何もない部屋で人なんて住めるわけ。え？その後、優香さんからの連絡はパタリとやみ、 LINE もなければ着信もありませんでした。ねえねえ、私が住んでた部屋確認しに行ったのはあなたでしょう。ああ、はい。何か変なこと起こりました？ううん、何も。曰くつきって言っても私霊感ないから何も感じなかったよ。そうですか。社長の娘さんにバイトしてもらって助かりましたよ。誰も曰くつきの部屋に検証しに行こうとしてくれませんからね。そうだろうね。ああ、そういえば最後部屋の確認に行った時変な女性が来たんですよね。変な女性？はい、子供の面倒を見てもらったとかでここの部屋に借りがあるんですってお線香を持ってきて焚いた人がいて。何それ。わかりませんよ、ほんと怖かったんですぐに部屋から追い出しましたから。そんな人がいるんだね。ひしし、その女性に部屋にはずっと誰も住んでいないって答えた数日後にそれですよ。怖くないですか。そうだね、ひしし。私の親は不動産屋だから引っ越しをするなんて楽勝なことなのに、私は親の仕事を手伝っていて誰もやりたがらない事故物件にしばらく住むというバイトをしてるんです。それでパソコンをしながら常に家にいただけなんだけどね。どうやらあの奥さん
私を何かとんでもないものだと勘違いしているようで。その部屋はというと、その後外国の方が住んでいるそうで、特に問題もないと聞いています。こんにちは。その後はどうですか？おう、パニコさん、なんともないですよ。そうですか、それならよかったです。ああ、それで今日はわざわざご来店されてどうされたんですか？実は私、とても困ったなんですよ。困ったこととは何でしょう？私の家の前にお線香が置かれてるんです。それもいつもいつもですよ。対応しておきますね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。